おなじみのスタジオの音ですね。と言ってもちょっと雰囲気が違いますね。今夜のマイディアライフはいつもの FM 東京のスタジオで録音したものではありません。ニューヨークのヴァンガードスタジオの録音。サイド面にグレートジャズトリオの面々、つまりピアノハンク・ジョーンズ、ベースロン・カーター、ドラムストニー・ウィリアムズという目の覚めるようなメンバーと共に演奏したものを聞いていこうと、こういうプランです。実はこの録音は来年の春に発表になる渡辺貞夫のアルバムのためにレコーディングを行ったものですが、このマイディアライフをお聞きの皆様にはその時のスタジオの音も交えまして、こんなものはレコードには絶対に入らないわけですが、いち早く、それも普通のいち早くじゃなくて半年以上も早く聴いていただこうとプログラムを組みました。なお今夜のこの演奏は今年の5月4日ニューヨークのヴァンガードスタジオで録音された順番その通りでお聴きいただきます。ところで先日来渡辺貞夫のレコードプレゼントのお知らせを続けておりましたが、今夜はその当選者の発表の日ですね。この番組の中ほどで当選者40名の方発表します。名前全部言っちゃいます。さて最初に演奏するパーカーナンバー Bird of Paradise の打ち合わせが続いてます。エンディングとイントロを練習しちゃおうと。それが終わったら本番ですよ。あっという間のお話です。
いかがですか。ハンク・ジョーンズ、ロン・カーター、トニー・ウィリアムズという当代随一のリズムセクションを従えた渡辺貞夫、最初のナンバーは Bird of Paradise でした。リラックスしたり緊張したりして雰囲気が伝わってきますね。というわけで2曲目、チャーリー・パーカーのあだ名そのもので付けられたタイトルの曲です。ヤードバード組曲。
さあ続いての曲はおなじみのドナリー。これはもうリハーサルの必要もない曲、ただしめっぽう早い曲です。というわけでここらで一服お茶にしましょう、それにしても疲れたんでしょうかね。看護婦はどこでしょう。 Hey, nurse, nurse. さあパーカーナンバー続いて聞いてまいりましょう。 Star Eyes。